情念に満ちた激しい応酬、非常に画面に引き込まれました。非常にメリハリのある構成で、静かな音楽がその愛のその深さというか、激しい愛、それをうまくこう引き立たせている、そんな感じがしました。最初から最後まで一気に見ることができました。ありがとうございました。ここは、日本の富山県富山市にありますオーバードホールという日本でも有数の劇場です。オペラハウスです。僕たちは非常にそのソフィア国立、歌劇場が来るのを心待ちにしてました。で非常に嬉しいです。でまたこの2大オペラ、カバレリアリスティカーナとジャニスキックを富山の人たちに見せることができて非常に、嬉しいと思います。グレイ、声がまず素晴らしいということと、それから音楽がね、オーケストラがとてもいいですね。素晴らしいです。ここはオペラハウスですので、年に必ず1回か2回は各国のいろんな国のオペラを、招聘したりしてまして、で今回はブルガリアのソフィア国立歌劇場というのを初めてお招きしたんですけども、みんなお客さんは喜んで、特にそのカバレリアリスティカーナというのは日本ではあまりやられてないので、その素晴らしいオペラを見ることができてお客さんたちは非常に喜んでいますね。それから次にジャニスキッキーという、これは有名なオペラですけれども、ここに小林沙羅さんという方が日本人で出てらっしゃるというのが非常にみんな心待ちにしていると思います。日本は東京だけではなくて、ここ富山も非常にオペラを見たいというお客さんが多いんですね。ですからこれからも、今回はソフィア国立歌劇場は初めての公演でしたけども、またぜひ来ていただきたいなと思っています。 Thank you very much。 皆さんすごい 歌が上手で、主役の方もそうだし、主役の恋人の役の方もそうだし、すごい私声楽やってるんですけど、すごい勉強になる舞台でした。で次の舞台もすごい楽しみです。プライベートのことを見つめた方がいいかもしれない。僕は6年間イタリア語を勉強しているので、特にオペラのイタリア語を少しでも聞き取りたいという気持ちもあって楽しみに来ましたけど、なかなか まだ半分ですけど、いいステージだったら面白かったと思いますし、すごく歌い込んだアリアでなかなか良かったと思います。で後半のなんていうかな、もっとこう楽しい、明るく楽しいステージの方が楽しみに来てきたので、今からもう少し楽しんで帰りたいと思います。日本の地方都市にこういう興行をするのはなかなか難しいと思いますけど、またいろんな人のご協力いただいて、次回次回っていうふうに続けばいいなと思います。ありがとうございます。誰が翻訳するのか知らないけど、素晴らしいオーケストラと歌手の方たちの職場が素晴らしかったですし、本当に目が離せない雰囲気で素晴らしかったです。感想曲が好きだったんですけども、感想曲以外のところも素晴らしくて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。拝見させていただきました。っていうのはちょっと私気がかかって拝見するところもあったんですけれども、イタリアオペラということですごい楽しみだったんですけれども、本当にキャストがすごい楽しんでる様子が伝わってくるので、興味が湧いてきましたので、これからも機会があればオペラの曲をどんどん見てみたい。とてもこうイタリアが身近に感じられて臨場感があって素敵な舞台でした。ありがとうございます。感想近く、すごく面白かったです。プロの人の歌が聴けて楽しかったです。また来てください。ありがとうございます。2本立てでとても楽しかったです。で、オーケストラもすごく素晴らしかったですし、特にチューバが最後すごく
とてもあの演奏もあの演技もすごく良かったと思います。ありがとうございます。